バイトが全然足りへん、忙しいのに。安心しなさい、ロボットを連れてきた。おお、よくできたロボットやな。俺ちゃうわ。いや、もうロボットのこと全く分かってへんがな。いやいや、僕ずっとあのロボットダンスしてましたよ、学生時代。知らんがな、そんなもん。ずっとこうやってました、ロボットダンス。いや、工場のロボット。いや、そう、大量生産とかするタイプの、うん、ええー、ねん、お前。違う違う、これがそのロボットや。これ、うん、いや、ロボットといえばあのもう立ってる二足歩行でしょ。いや、そうやけど。お手伝いしますよ。いや、あるけど、こういうタイプの人型の。そしなさっ、うん、お手、いや、優先。ここまでしか動けない。優先、普通無線やろ、こういうロボット。聞いてください。え、この前、ビルの谷間から見た夕日を見て、目から涙が溢れてきた。そんな情緒ないやろ。なあ、情緒ないねん、そんな。ちゃうねん、ちゃうねん。これがそのロボット、面接コボットや。ロボコボ、ロボコボ。どうした、のまコボ。ロボコボ、コボ、あら、コボ、ロボ、バグ、コラ。何バグっとんねん、大丈夫か。おいおいおい、アップデート完了。いや、やこしい。面接コボットは24時間365日、バイトの応募受付から面接の設定まで全部やってくれる。だから採用数が大幅にアップすんねん。次はどんな時代が来るのかな。いや、だから情緒。面接コボット、まずは無料で。バイトの面接の日程決めな。あ、もしもし。あ、もしもし、あの居酒屋粗品ですけれども。あ、よろしくお願いします。はい、バイトの面接、来週の日曜日とかどうでしょうか。ぜひお願いしたいと思います。いや、声量が金の話。よろしくお願いします。店長の代わりに24時間365日、応募受付から面接までを自動で設定。面接コボット、まずは無料で。